これが私の帯締めのタンスです。まあ、この辺が白とか、まあ赤、だんだん赤になって寒色系で、下の段が帯揚げになってます。冬用でお揃いのものが入ってます。ユニフォーム、舞台に出るときにこれじゃなきゃいけないっていうものがありますので、まあそれが入っていますね。で、奥の方が夏用です。夏用と冬用何が違うかっていうと、生地が違うんですよね。透け感があるのが夏用で、冬用はですね、これが細いもの、お稽古の時とかお遊びの時に半幅帯で楽しんだりしてます。ここにも帯留めが入ってて、私金魚も好きなんで金魚とか、これ帯留めですね。これはんなりさんで買ったのかな、浅草のお弟子さんがくれたの。バッチなんだけど、こういうのも帯の真ん中につけてます。これお客様にいただいたのかな。これもバッチなんですけど、こういうのも、帯留めとして使ってます。これはね、最近仲良くなった素敵な女性が作ってくださった。私がパンダが好きって言ったら作ってくれて、すごい嬉しい。で、これが夏用の帯締め。こちら側はまた、これはお葬式用とか、あと服紗とか数珠ですね。あとお葬式用の帯締め、お葬式グッズですね。センス、私は父に似て、片付けは得意なんだけど、自分が不細工で汚くて埃っぽいっていう、埃っぽいかなそんな感じです。私が買ってよかった帯締めを紹介します。まずこれですね。これはこのお店、銀座の大和屋さん、銀座のコアっていう店の、3階かな。ゆうこ姉さんもごひいきでしたけど、ここで買いました。割とね、料亭のおかみさんとか、あと清本の先輩たちみんなこれ持ってるんですけど、あ、白地に深い赤なんですね。で、これがもう訪問着から付け下げから、小紋から紡ぎから全部合うというね。こちらは上野の道明っていうお店で買ったんですけど、この部分だけど、このしましまの部分だけっていうのは売ってるんですけど、これたまたま行った時にこの白と染め替えというか折り替えのものが売ってたんですね。これも紡ぎから小紋から、まあ訪問着にはちょっと使えないんですけど、もうとっても何にでも合うというね。で、明るい雰囲気にもなるし、そんなにこびずに目立たず騒がずという感じで、行ってもしなかったら折ってくれますので、多分1ヶ月2ヶ月待てば作ってくれますので、ぜひもうこれ本当この2本はおすすめです。金属の棚を設置して、上に、浴衣ですとかお揃い、まあお揃い先ほども申しましたが、ユニフォーム類が入ってます。これが浴衣ですね。この箱が浴衣で、これこの段が清本の紋付きですとか黒紋付き、あとは色紋付きですね。で、ここが小歌です。で、この段が浅草の祭事イベントですとかお祭りなどの時の衣装などお揃いが入ってます。やっぱり皆さんプラスチックケースとかに着物を入れてる方もいらっしゃると思うんですけど、あとこういうものとかやっぱり出しづらいので、やはりこの引き出し式になってるものをおすすめしますね。